こんにちは。よりふみです。今回の舞台は西武鉄道、西武八木沢駅周辺です。夜の街並みをぐるっと回って見ていきます。西武八木沢駅南交差点からスタートです。これから西武八木沢駅南口に向かいます。道なりに進んでいくと西武八木沢駅南口です。西武八木沢駅南口ロータリーです。西武八木沢駅南口です。矢印の通りの先に、個人商店、スナックが立ち並んでおります。後ほど見ていきます。西武八木沢駅南口と南口ロータリーの様子でした。これから西武八木沢駅北口を目指します。まっすぐ進んだ突き当たりを右折すると、西武八木沢駅北口側に行けます。右折します。西武鉄道の踏切です。右折し、富士街道に入ります。富士街道に入りました。西武八木沢駅北口に向かいます。自動給油機店です。個人商店が立ち並ぶ街並みの中で、圧倒的な存在感を放っております。矢印の先に西武八木沢駅北口がございます。終電後の様子を見ていきましょう。西武八木沢駅北口です。駅前は健全です。いかがわしいものが1ミクロンもございません。北口周辺の様子を見ていきます。
西武八木沢駅北口と北口付近の終電後の様子でした。西武八木沢駅東交差点に向かって富士街道を進んでいきます。おしゃれなバーです。夜遅い時間帯は、こちらのお店以外営業をしていない模様です。矢印の先に、モノゴッツレトロな自動給油機店がございます。見ていきましょう。パチンコ八木沢センターです。ググってみたところ、2010年頃に閉店したとのことです。とても個性的な自動給油機店で、ネット上で有名だったそうです。気になった方はググってみてください。西武八木沢駅東交差点です。これから西武八木沢駅南口側のスナックを見に行きます。右折して伏見稲荷通りに入ります。伏見稲荷通りに入りました。西武鉄道の踏切に向かって進んでいきます。西武鉄道の踏切です。踏切を渡ったすぐのところにスナックがございます。個人商店とスナックです。伏見稲荷通り沿いにもスナックがございます。スナックが軒を連ねております。終電前後までは営業しているようです。今回は西武鉄道、西武八木沢駅周辺をぐるっと回りました。ではまた、頼文でした。